前半イケメンです。その後ね、無人島に行ってする企画もあるんですよ。おお、ただ無人島に行けるのがあと2名しかいないんですね。まあ、僕はちょっと招待されてるんで、あと2名は帰らなきゃいけない。え、ここで離脱？普通に帰れると思うじゃん。え、ヒッチハイクで帰ってもらいます。帰るべきって。まあやってみたらいいんじゃない。いやいやいや、一言で、ヒッチハイクって冒険だから、まあ、俺も一度やってみたい。ただ今回はまあちょっと僕行けないので、まあ今回僕もあれなんでね。なんでだよ。しっかりと参加できるわ。行きます。最初はグー。はい、はい、一応、ね、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、やれ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 。ってかさ、俺らってさ、じゃんけんしすぎじゃね。最初はグー、じゃんけんぽい。あー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 あやばいの始まりました。YouTuber ってヒッチハイクするもんなの。ヒッチハイクはどうして？あ、まじまじ。よし、行こうよ、ヒッチハイク。待って、待って。人生という旅に地図はあります。こういうことだ。ツイートしていいですか？誰か載せてください。それは禁止です。お前ノリノリだって。お前絶対捕まるろ。一夜明けまして、まあ分かりやすいということで、あ、そうやな、大阪発信。腹立つな、お前関西弁。あ、そうやそうやそうや。今天王寺にいますけど、こっからヒッチハイクをして帰ろうということでございます。ダンボールもかけました。いやもう帰れるかこれ。まあとりあえず夕方には帰ろう。夜遊びてる東京で。夜遊びてる東京でということで、はい、やっていきましょう。 OK、 レッツゴー。めっちゃ掲げてるやん。全然あかんわ。一人ってかわいそうやん。かわいそう。やってみよう。あーもうすごい元気そうだ。あー元気元気元気。あー元気。ダメ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 。作戦インターまで。関東とかもう、ね、まあまあ、ルーズし。おばあちゃんが頑張ってくれーって。あーやっぱみんなね、なんか応援してくれる。うれ嬉しいよね今の。やばいやばいやばい。あ、そうですそうです。え、すげえ。あ、やばい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 。ノリ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 、いた。ありがとうございます。ありがとうございます。な、何くんすか。はじめです。はじめくん。え、じゃあ乗っていい。いいっすよ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。バカ嬉しい。やべえ、めっちゃ嬉しいね。これ一人目乗せてくれました、はじめくんです。一人目。ほぼ動画見てます。なんか話聞いたら霊感があるそうです。結構やっぱ動画配信とかで普通にそれを見てるやつもおる。なんか霊。うん、で、で、なんか前もあの霊感の女の人とスカイプでやった時に横におるって人も、あの人ずっとおるし、そうなんです。がっつりやん、見えるの。はじめくんが高速の入り口手前まで送ってくれたんで、ほんまにありがとうございました。ありがとうございました。俺死ぬほど感動します。ギャルでもいいわ。めっちゃ欲してるやん。イチャイチャした欲がすごいやん。きつすぎて今場所移動3回目でございます。ここに来て3時間経ちました。はい、全く大阪から出れないという状況でございます。はい、ということで、全く捕まらず4時間が経過しました。頭おかしくなってます。マジでやばいって。マジで天使が舞い降りました。5時間半ここでずっと粘って京都方面に行かれる方がいてくださったので、すいません、よろしくお願いします。すいません、お邪魔します。すごい長い距離を送っていただきました。ありがとうございます。ということで一緒にご飯を食べてね。まあ、ご飯食べましょう。ファミリーの方々とお食事に来ております。滋賀といえば近江牛。滋賀というほら見てみる。うわうわうわ、近江牛のさ牛飯です。あー、アップが耐えにくい。近江牛カレー。おー、うまっ。まあ、食ってないでしょ。食ってない。さっきね、乗せてくれたファミリーとはもうお別れしたんですけど、いやー、暖かかったっすね。まあ今なんですが、サービスエリアついてるんやけど3分の1も行ってません。とりあえず名古屋を目指していこうと。
まさかのリスナーさんがいてくれたんで愛知まで送っててくれるのでちょマジで嬉しい。ありがとうございます。すげえな。一応映ってるぜ。俺らの話をしてくれてて、ほんなら目の前から負けないやつやってきた。本当に寄ってくれたのも眠たかったからでしょ。そうですね、ありがとう。眠くてね。ナイス。おいっす。あー元気っすね。あ、おだっす。若者たちがここまで送ってくれたわけですけど、ありがてえ、ほんとね。もうだってここ岡崎らへんでしょ。まあほんとね、ほんまにありがとうございました。ありがとう3人。結構やばいけど、やばいけどしょうがないじゃん。まだ先行けるんですけど。え、マジ？大きいとこ行きましょう。大きいとこ行きましょう。運転手が。おいおいおい、見るかい。おいおいおい、見るかい。見るかい。行きましょう。行こう行こう。マジでいいの？いいの？マジでいいですか？どんだけええやつらやねん。なんとなんと最初は岡崎に行ってくれますと言ってたこの精鋭たちが静岡まで連れてきてくれました。もうやばすぎ君たち。もう静岡やで。この3人がね、静岡まで送り届けてくれたんでほんまにありがとうございます。ちょっと、いやいやいや、喋りづらないやねん。お前もせんでええねん。なんでお前がしてんねん。浜の子サービスエリアに着いた途端に、あ、恭平さんと言われまして、そしたら後ろが空いてるということで乗るということで、よろしくお願いします。お願いします。行きますか。これやばいらしいですね。なんかそう、この車やばいだよ。マジこれ180って言って、めっちゃ速いのよこの車。ええ、これ180やばいよ。俺あった中で一番180やもん。なんかやっぱね、キレがあるもん。このブレーキングの滑らかさ。恭平さん免許持ってるんでしょ。いや、ない。なんで全然わかんねえだろ。藤川、藤川に到着しました。うわー、もう着いちゃったか。ちょっと寂しさ感じるな。東京どうすか。なんでやねん。ありがとうございました。ありました。綺麗。めっちゃ綺麗だよ。これ分かりにくいかもしれないけども、これの5000倍綺麗。いい景色バックにさ、のれくんと2人で来れてさ、結婚しよう。今から探すわけですけども、でみんな車で寝てんねんな。その少ない人たちを受け取って頑張っていきましょう。行きましょう。寝る気満々やねんか、お前。寝ようぜじゃねえ。行かなあかんねん、東京に。いないと。いないね。ガチの寝方の時やん。一番睡眠時間取る時の寝方してるやん。めちゃめちゃ優しい湘南ベルマーレファンのお兄さん。いや、足柄まで行ってくれるんだよね。めちゃめちゃでかいところ。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。東京100キロ。ありがとうございます。到着しました。これもゴールでいいですか。もういいよね。帰ろうぜ。帰ろう。すぐやばい。もう無理、もう無理、もう限界。ありがとうございました。残留しました。素晴らしい。これもめでたいよね。俺らも応援ちょっとください。ほんとベルマーレ、いいよベルマーレ。数えてたんですよ、何組話しかけたか。はいはい。22組です。22組、うん、話しかけて、うん、ゼロで、僕寝てまして、うん、そしたら話しかけられまして、どこまで行くんですかって言われて、東京行きたいんですけどって言って、どうぞっていう感じで、まさかのこちらから発信みたいな。こんなことあんの。話しかけられて近い。マジで。なんで話しかけてくれたんですか。もともとね、ヒッチハイクやったんで、あ、以前いたら乗せてあげたいなって。うわ、もうすっこれやばい、泣くわ俺。これでついに東京に行けます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。でも大阪からっすよね。大阪きつくなかったっすか。一番最初大阪やばかったっす。いや本当大阪やばくてですよね。本当にやばい。もう外も明るくて、そろそろ東京にね入るらしい。俺も看板見たら行ってまう。おい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 、東京来ました。来たぜ東京。はい、東京って存在したんだ。東京ってあるんだ。あるんだこの世に東京って。マジで。あれやな、プロフェッショナルっぽいな。あなたにとってヒッチハイクは。ヒッチハイクとはね、見事新木場に最後ね着きました。やば、東京でゴール、シャットゴールだよ。ありがとう。本当ありがとうございます。ありがとう。握手していいですか。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いやもうほんまにやばかったんですよ。マジゴールすると思わなかったわ。なんと所要時間19時間で、大阪から東京まで来れると。苦しいことしかなかったよ、考えていれば。ただ人間ってあったかいんだなって。お兄さんもね、ヒッチハイクしてた方なんですよ。
もう心温かいもん触ったからなってなわけないでしょ。あったかいわ。俺ね多分 ST 史上一番つらかったかも。あ本当に。でもいい経験。まあ本当すげえいい経験だった。はい、もう一回やるって言ったら二度とやらない。二度とやらない。五度とやら。五度とやらない。五度とやらない。少しでもね、すごいなと思ったら、チャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。お願いします。送り届けてくれた6組の方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当6組の方ね、マジで、心から今日から本当に。マジで超感謝します。好きになって、信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。